カテゴリーの垣根を越えた戦いは見事1対0で勝利しました。やりました。リーグ戦から中3日ということでメンバーを大幅に変更するかと思いましたが、ほぼ同じメンバーで挑みましたね。夏に加入した選手が多いことからコンビネーションを高めたいという監督の意図が感じられる布陣でした。前半15分いきなり試合が動きました。大久保選手のコーナーキックを岩波選手がうまくヘディングで合わせ先制点を奪います。その後もセンターバックの牧野選手と岩波選手がセットプレーを中心に相手のゴールに迫るものの追加点を奪うことができず、そのまま試合は終盤に差し掛かります。終了間際に京都の猛攻を受けるもののディフェンス陣の体を張った守備に助けられ、なんとか次のステージに駒を進めることができました。アディショナルタイムの荻原選手と宇賀神選手のマッチアップはレッズファンとしてはとても感慨深いシーンでした。私的に今日の試合のマンオブザマッチは伊藤選手です。守備では果敢に相手の攻撃の目を潰し、攻撃でも起点となってチャンスを作るなど試合全体を通して素晴らしい存在感を放っていました。土曜日のリーグ戦よりも少しずつではありますが内容も良くなってきていると思います。この後も連戦が続くのでチーム全員で勝ち進んでいきましょう。裏山チャンネル、続いてはマッチプレビューレポートです。明治安田生命 J1 リーグ第25節徳島ヴォルティス戦の予想フォーメーションはこちら。じゃん。ゴールキーパーにザイオン選手、ディフェンスライン右から酒井選手、ショルツ選手、牧野選手、西選手、中盤に平野選手、伊藤選手、右サイドハーフに田中選手、左サイドハーフに大久保選手、トップ下に江坂選手、トップに秋元選手、こちらのフォーメーションで予想しています。今回の注目選手は秋元選手です。オリンピック代表には選ばれなかったもののプロ2年目とは思えないほど輝きを放っています。この調子でいけば A 代表の道も相当遠くはないでしょう。シーズン序盤はサイドハーフで起用され、その後サイドバックでプレーをし、最近ではフォワードでプレーをするなど監督からの期待も厚く感じられます。豊富な運動量とガッツあふれるプレーでリーグ戦3連続ゴールを奪ってチームを勝利に導いてほしいです。予想スコアは伊藤選手、江坂選手、秋元選手、この3名の3対0で勝利すると思います。皆さんの予想スコア、予想フォーメーションもコメント欄でお待ちしてます。前節順位を3位につけるサガン鳥栖に勝利し、次節勝利をすれば順位が3位まで浮上する可能性があるとても大事な一戦となります。新戦力が加わり、コンビネーションの部分ではまだまだ満足いかないところはありますが、今は内容よりも結果を求めて勝利とともにゲームの質を上げていきたいですね。浦和レッズ対徳島ヴォルティスは8月21日土曜日7時キックオフです。勝利で飾り、ここからさらに加速していきましょう。今日の動画はこれでおしまいです。いや、レッツ